皆様お待たせいたしました。ただいまより新型コロナウイルス感染症研修会を始めさせていただきます。本日はお忙しい中、またお足元の悪い中、お越しくださいまして、またご参加いただきまして、ありがとうございます。本日、司会を務めさせていただきます、情報分析検査プロジェクトチームの松田と申します。よろしくお願いします。それではまずはじめに、三重県医療保険部情報分析検査プロジェクトチーム。 担当課長なめ方よりご挨拶させていただきます、えー、皆様こんにちは三重県医療保険部のなめ方と申します、えー、本日この会場にお越しいただいている方あるいはウェブで参加されている各々の施設の方におきましては日々の入所者のケアに加えましてもう2年以上になりますけれども 新型コロナウイルス感染症対策にもご尽力いただきまして誠にありがとうございますご存知の通り全国的な感染状況は減少傾向が続いているものの三重県でも新規陽性者数は300人を超える日が続いておりまして昨日発表ですと400人を超えておる状況でございます えー、以前と比べますと毒性が低くなりまして恐怖の質みたいなものが変わってきておりますけれども数字の上では以前高い水準で推移しておる状況でございます、えー、今年の1月から感染拡大して、まあ、現在に至っている第6波におきましてはピーク時では感染者数が1日あたり1000人を超えるような状況もございまして、えー、それは今までの第5波の 2倍を超えておる状況でございましたそのそしてその感染経路を見てみますと福祉施設とか高齢者施設の割合がかなり多くなっておりました特に1月下旬以降県内の複数の施設で集団感染が発生しまして施設内療養を余儀なくされる状況下でその対応に苦慮される施設の方々もいらっしゃいました 本日の研修会では、今後、陽性者が発生した場合の具体的な対応方法や、業務支援継続につきまして、説明させていただきまして、各々の,の施設の方の感染症対策力の向上を図っていければと考えております。施設内で尽力される皆様におかれましても、日々の感染対策が何より重要であるため、引き続きご協力をお願いいたします。 また三重県では高齢者施設や障害福祉施設の従事者に対しまして無料の社会的検査を実施しております。大体いい2週間に1遍程度のペースで従業員の方に PCR 検査を実施する事業でございますけれどもこれは感染者の早期発見あるいは感染拡大の未然防止に非常に効果的でございます。 まだこの検査を活用されていない施設の方におきましては、ぜひお申し込みいただければと思います。それでは本日の研修会が、各施設の今後の新型コロナウイルス感染症対策の一助になることを期待しまして、挨拶をさせていただきます。 検査プロジェクトチーム情報分析班大西技師よりお話しいただきますよろしくお願いします本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございます三重県医療保険部情報分析検査プロジェクトチームの大西と申します私の方からは第6波における新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況と実際に我々がクラスターが発生した現場で 対応を実施して分かったことについて、えー、お伝えさせていただきたいと思いますまず、えー、県内の新規感染者数の推移についてお伝えさせていただきます、えー、こちらのグラフでは、えー、棒グラフのものが、えー、日々の感染者数となっており、えー、折れ線グラフが、えー、人口10万人あたりの新規感染者数となっております第六波の傾向としては 1>, 1月中旬に感染者数の増加が始まり、2月初旬にピークを迎えております。そこから少しずつ感染者数の減少傾向が見られましたが、年度末、ゴールデンウィーク後に再び増加しており、依然、数百人規模の感染者が日々発生しているという状況になっております。次に 圏域別のの感染者数の推移となっております、えー、こちらの、えー、グラフの、えー、青色が北西で赤色の太いものが県内全体の発生者数赤色の細いものが中西以外県域の、えー、発生者数で、えー、緑色が南西灰色が南西島の発生者数黄色が東九州地域の発生者数となっております。 こちらの傾向としては第6波に限られた話ではございませんが、えー、地域別で感染者数を見ると、えー、北西、中西伊賀地域で、えー、先立って感染者数の増加が見られるということになっております。現在、えー、北西地域が、えー、多い状況になっておりますので、今後の動向にも注意が必要と言われています。続きまして、えー、年代別の感染者数の推移についてご紹介いたします。 こちらは年代別では10代、20代、えーと、まず3つのピークが見られますが、10代、20代がそれぞれのピークでの立ち上がりとして見られる傾向があります。60代、70代以上については、感染者数の割合としては、他の年代に比べると多くはございませんが、どの時期でも一定数、 感染者数が見られます。えー、他の年代と、えー、比べて、えー、感染者数の減少が、えー、ちょっと,、えー、と緩やかになっているということが、えー、傾向として見られます。<coughs> 続きまして、えー、感染経路別の発生状況です。 感染経路につきましては、判明しているものは家庭内での感染が多く見受けられます。この中で、高齢者施設のものが少し見にくいんですが、灰色の部分なんですけれども、高齢者施設では1月末から3月にかけて数が多かったと言われています。 次に実際に高齢者施設等における発生状況ということで70代以上の感染者数の推移を第5波と第6波で比べています第5波の際の70代以上の感染者数は81人でしたが第6波において70代以上の感染者数は1043人と10倍以上となっておりますこの原因として挙げられるものが第5波の際には 高齢者の皆様がワクチンの2回の接種があったことがまだ効果をそうしていたということが考えられます次に下のグラフですがこちらは高齢者施設等で施設内で療養していただいた方の件数の推移です感染者数の増加によって施設内での療養者も増加し2月においては 一時期人の施設内療養についてですがすべ、えー、ての方が入院できるというわけではなくて軽症者の方については現在でも、えー、施設内で療養していただいているという事例もあります。 次に、えー、重症者と死亡者の状況についてお伝えさせていただきます。重症者と死亡者ですが、えー、5波と6波を比べていくと、えー、感染者数については、えー、お,およそ6倍程度に増加しておりますが、えー、重症者については、えー、3分の1倍、死亡者については2.5倍程度。ということで、えー、感染者数が6倍になったから、えー 重症者数、数死亡者数も6倍になるというわけではないということで、えー、重症者、死亡者の割合としては減少しているというふうに、えー、第6波では言われています。重症者、死亡者の割合が減少したという話もありますが、えー、死亡者の年齢別の内訳を第5波と比較して確認いたしますと、第5波の時には、えー、死亡者の6、えー、6倍。 60代以上の割合が70%程度でしたが、第6波において60、60代以上の死亡,者数が死亡者数のうち60代以上が90%以上を占めているということで、高齢者施設ではリスクが高いということについては、依然変わりはないということが分かります。 続きまして、えー、65歳以上の感染者数と、えー、3回目のワクチンの接種率について、えー、どのように変わってきたかというグラフですが、えー、青の棒グラフが60 65歳以上の感染者数ですで、えー。折れ線グラフの方が高齢者のワクチンの接種率の、えー、3回目のワクチンの接種率になっております。3回目のワクチンの接種率が上がると同時に、えー 大きな感染者数の増加というのが見られなくなってきたということがわかりますここからは実際にクラスターが発生した状況についてお伝えさせていただきます第六波では入所介護施設で合わせて23件施設内での広がりが見られました 他の時期に比べると倍以上になっているということから第6波では入所介護施設でのクラスターの件数が多かったということが分かりますここからは私たちが実際に施設に入って対応させていただく中で質問の多いことやお願いしたいことについてご紹介いたします まずよくご質問をいただくのが治療薬についてというところですが治療薬は現在承認されているものはこの中の8種8種類が承認されておりますで実際に高齢者施設様でお使いいただくものが重症度や服用法などを考慮した上えで今回赤枠で示させていただいた2種類が使われると考えられています こちらの2種類についてですが、抗ウイルス薬といってウイルスを殺すお薬となっております。こちらは2種類とも内服薬で実際に使われている施設さんもあります。まずその中でラゲブリオカプセルについてですが、ラゲブリオカプセルはラゲブリオ登録センターに登録された医療機関、薬局で入手することができます。ですが、こちらは事前に 医療機関や連携薬局等の登録が必要となってきます。次にパキロビットパックについてですが、こちらは2種類のお薬を一緒に飲んでもらうお薬になります。こちらは併用禁忌や併用注意の薬剤が多いので、使用しているお薬の確認が必要ということになります。でどちらにも共通することですが、 事前の登録が処方するためには必要になります。ですので、施設の医療連携医療機関であったり、連携薬局等に事前に確認しておくことが、えー、素早い処方につながるということになります。ですので、えー、高齢者施設様におきましては、事前に医療機関であったり、連携薬局様と方針をどのようにするか確認していくということをお願いいたします。 次に質問の多い内容ですが実際にコロナウイルスに関する検査のことについてよくお話を伺います検査については拡散増幅法抗原定量検査抗原定性検査の3種類がございます拡散増幅法や抗原定量検査については専用の機器が必要であるため医療機関であったり我々の県で実施している内容がこちらになります でえー、実際に、えー、高齢者施設様で使っていただくのが3番目の抗原定性検査の簡易キットになってくると考えられます。こちらは、えー、すぐに結果が出てくるということから、えー、施設でも使いやすいものになっておりますが、えー、無症状での使用は、えー、推奨はされておりません。これにつきまして、えー、お願いがございます。こちら今スライドに秘めさせてていいいただいているのが 消費者庁での、えー、ページなんですけれども、えー、この抗原定性検査キットについては、えー、2種類ございます。えー、一度、もしあの施設でお持ちの方がいらっしゃいましたら、えー、施設に戻られたら、ぜひ箱を確認していただきたいんですけれども、えー、箱の一部に、えー、研究用と書いてあるものと、体外診断用医薬品と書いてあるものがございます。 この中で、えー、我々として承認されている、えーすえー、お勧すすめさせていただくものが対外診断用医薬品を、えー、お使いくださいということ,に、えー、おことをお勧めさせていただきます、えー、研究用というのは、えー、あくまで、えー、効果が承認されているものではなく承認されたものが対外診断用医薬品ということになりますのでそちらをお使いください <coughs> 最後に、えー、私たちが実際にクラスターが起きた、えー、施設様で、えー、よくある事例について紹介させていただきます。まず、えー、複数の職員様が感染されている場合ですが、えー、休憩室の利用が適正ではないことが多いということで、えー、休憩中の職員様の距離だったり、換気状態、あとは防護服のまま、えー、休憩室に入ってしまうということが見受けられます。 次に利用者様の食事が集合形式で実施されているというところですが感染,者様感染者が発生した場合はやむを得ない場合を除き個室で食事をとっていただくことをお勧めさせていただいております次に職員の方で感染者がいらっしゃった場合なんですけれども軽症で、まあ、そのコロナ感染を疑わずにそのまま働いてしまうということが えー、後から陽性になった際に、そういえばあの時こんな症状があったな、喉痛かったなというような、えー、症状があったことを後から気づくことが多いと言われています。ですので、えー、職員様の体調管理であったり、えーまあ、何か咳、えー、をしていることがあったら、えー気,えー、気を使っていただいて、えー、何かあれば報告させるように、休ませてあげるようにさせてあげてください。次に、えー、利用者様で。 えー、陽性が判明した後感染の対策は速やかに取られているが対策内容が適切でないことが多いということですが、えー、この、えー、後の講義で、えー、対策内容については詳しくお話ししますが、えーまあ、その先ほどの防護服のまま、えー、休憩室に入ってしまったりだとか、えー、対策の方法によっては、えー、逆に感染が広がる危険性もありますので、えー、対策を正しく取っていただくことが必要となります。 で次に感染リスクの高い方ですが、えー、介護能の高い方と個人での感染予防策の難しい方というのが、えー、距離が近かったりとか、飛沫の対策が行いにくい方について、えー、感染の広がりが、広がりの危険性があります。また、えー、その介護を行う職員についても感染のリスクが高いと言われています。で最後にお願いしたいことですが、えー 先ほどのグラフでも示しましたが、軽症の方については施設内療養を行うことが現在もあります。ですので、実際に発生したときのマニュアルの作成だったり、治療薬だったり、検査の体制の確認、また、処方、えー、と連携医療機関とどういう風な方針で治療を進めていくか、確認しておいていただくようにお願いいたします。 私からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、事項所さん、高齢者施設などにおける業務継続支援について、三重県医療保険部長寿介護課居宅サービス班班長川内よりお話しさせていただきます。では、よろしくお願いします。 えー、こんにちは三重県長寿介護課の川内と申しししまます。す。よろしくお願いします、えー、私の方からは、えー、高齢者施設、介護保険施設における業務継続支援についてということで特にこの後、障害施設につきましてございますけれども高齢者施設、介護保険施設における業務継続について、まあ、支援ということで、まあ、人としての支援また 補助金という形で、皆様の施設の方でコロナが発生した場合に、ですね業務継続をしていただくために、どういう手立てがあるかということのご支援の方10分程度お時間いただいておりますので、ご説明の方をさせていただきたいと思います。次のスライドでございますが、新型コロナウイルス感染症 BCP の策定についてということで、こちらにつきましては、ご存知の通りでございますが、 すべ、まあ、ての介護サービス事業者におかれまして、まあ、新型コロナ感染症が発生時にまあ必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、この計画の策定、研修の実施、また訓練の方につきまして、していただくということにつきまして、これ、令和3年度のまあ介護報酬の改定の中で、3年間のまあ経過措置ということで、まああの 令和6年4月1日までには作るようにという形になっておりますので、策定につきまして、各施設事業者様におかれましては策定の方に依頼したいと思います。まだまだ施設さんの方では作られていない事業者様が大半かと思われます。が、県のまあホームページ、長寿介護課のホームページ、またまあ厚生労働省のガイドラインの方でも、まあ。 示されておりますまた作成例というもののひな形の方もありますのでこちらの方またご確認いただきましてなかなか忙しいところはあるかと思いますけれども策定に向けて進めていただければと思います次のスライドでございますがこちらの方まあ私の方から言うまでもないところでございますが まあ平時の対応、また感染の疑いが発生した場合の対応、また初動の対応ということで、それぞれまあ事前に BCP の策定というところで、まあ、それぞれリストの作成なり、対応が、訓練の実施、また第一歩発生した場合の対応、ど,どこへ連絡して、そのための人をどう確保するかということにつきまして、それぞれまあ設備、備品ということの準備を含めまして、 こういう形で BCP のところで手順書という形でこういう順番を埋める形で作成のひな型も示されておりますので日頃から BCP の策定また訓練の実施という形をお願いできればと思っております次のスライドでございますがこちらのまあ従来から介護保健施設におきまして感染症が発生した場合の職員の対応ということで人手が がらない職員に発生した場合の代替職員をどう確保していくかというところにつきまして、今、県の長私ども長寿介護課におきまして、まあ、こちらの方う、事保健施設協会様、老健協会さんの方を通,通じて、ですね派遣の元の施設さんの方の、えー、派遣の協議をですね、さしたいて、派遣先の方へへ、職員の方を派遣するというような仕組み、スキームの方を作っております。 なかなかそれで要望に応じて難しいところもあるかもしれませんけれども、こういう仕組みもあるというところで、実際、職員が発生した場合、大体まあ法人の中で対応していただいているケースが多いように、よ嫌には聞きますけれども、こスキームでやっているところでございますで。次のスライドですが、こちら、新型コロナウイルス感染症流行下における介護・サービス事業者等のサービス提供 体制確保補助金ということで、まあ、これ、全国一律のまあ補助金ということで、まあ、業務継続にかかるコロナ対応ということで、各施設様におかれまして、対応いただいているところですけれども、実際、介護報酬で見れないようなまあ人件費、また衛生用品の購入とかあった場合に、令和3年度もございましたが、令和4年度もこういう形で補助金というものを用意しておりまして、現在も申請の方を受け付けておりますので、 実際もかかった、まあ、こちら書いてます、かかり増し経費というところにつきまして、えー、補助対象となっております。で、補助率につきましても、えー、10分の10と、実際、まあ、かかった費用、使った費用につきまして、の方が補助対象となっております。まあ、それぞれ、えー、補助上限額という、例えば、まあ、独老健であったら、えー、1人当たり3万8000円かけるまあ定員数という形で、まあ、上限額の方、 設けられておりますが、こちらの方は、まああのクラスターが発生した、施設内療養が発生したということで、まあ、基準額を超える場合は、国の方にも個別協議を上げることによって、基準単価の引き上げをするということも可能となっております。で、えー、次のスライドですが、まあ、細かいスライドになっていますが、実際、まあ よくあるのは、一番上のまあ左のですね利用者、職員に感染者が発生した介護サービス事業者というところでも感染者が発生したというところになった場合、右側のところでまあどういう経費が対象になるのかというところですが、人員不足に伴う介護人材の費用ということで、緊急雇用にかかる費用、新たに人を採用、職員をやると。 と言いま,したまた、像に入っていただくということで危険手当とか、困難職員の宿泊費ということで、まあご、自宅の方に帰れない職員の方のホテル代とかということが対象になっています。また、右側のところでいうと、まあ、消毒の費用、また廃棄物の処理費用とか、衛生用品の購入費用というところで対象となっております。 で次のスライドですが、E は、えー、通所系サービスになりますが、U のところですと、まあ、感染者が発生した介護サービス事業所、施設等の利用者の受け入れとか、まあ、派遣を行う職員ということで、まあ、先ほど応援協定の話がありましたけれども、えー、職員の受け入れとか、派遣をした場合、法人内で職員の派遣を受け入れした場合の、まあ、賃金ですね。えー とかですね、そういう宿泊費とかというところについても手当がされておるというところになっております。でこちらまあ補助金の中で最後、特にまあ施設におかれまして、特にまあ入院ということではな,な,ないケースが多分今、多いかと思いますが、施設内療養をされた場合につきましても、高齢者施設につきましては補助金という形でなっております。1日1人当たり 一人当たり一日一万円ということで、まあ療養日数に応じて、えー、補助支給補助が支給される仕組みになっております。一応まあ補助金の仕組みにつきましては年、昨年と同じような形で現在も受け付けておりまして、まあ随時かかり増し経費が発生したということを随時まあご申請いただければと思っておりますので、長住介護課のホームページの方でご確認いただければと思います。 以上、引き続き、まあ新型コロナ感染、引き続き高い状況でございますが、引き続き介護支援、介護保険施設の業務継続につきまして、ご協力いただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、事項所四障害福祉施設などにおける業務継続支援について、 三重県こども福祉部生涯福祉課サービス支援班班長田中よりお話しさせていただきます。皆さん、こんにちは。三重県こども福祉部生涯福祉課サービス支援班班長の田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日、研修に参加されている皆様におかれましては、日々の新型コロナウイルス感染症への対応ありがとうございます。私の方からは 障害福祉施設等ににおおける業務継続支援についいいいてて話しさせたただきたいと思いますまず1点目になりますが、新型コロナウイルス感染症防止対策に関する相談窓口の設置についてです。すでにご承知だと思いますが、昨年の7月から三重県看護協会に委託を行い、窓口を開設しているところです。 昨年度の相談件数は約100 110件に上っております。現在のコロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和4年度も昨年度と同様に看護協会に委託を行い、窓口を開設しております。月曜日と水曜日は開設しておりますので、有効にご活用いただければと思います。続きまして2点目ですが、えー、本日のお話でもありました社会的検査についてでございます。 多くの施設において、社会的検査ご活用いただいているところでございます。障害施設等におかれましても、無症状の陽性者が発見されているというケースが多く見られますので、引き続きご活用いただければと思います。また、検査に関して1点お願いがございます。コロナに感染されている方につきましては、 完治された後も、えー、検査を行うと陽性になることがございます、えー、感知された後も2か月程度は検査の対象に含めないようにしていただきたいということで思いますのでよろしくお願いいたします続きまして3点目がサービス継続支援事業の実施についてです令和4年度も、えー これまでと同様に、ですね、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した事業所等へのかかりまし経費については、補助が行われる予定です。先ほどお話ありましたような、えー、高齢者の部分と違いまして、障害の部分については、まだちょっと国の方から詳細な情報が届いていない状況でございます。 昨年度ですと7月下旬ぐらいに国の方から通知等、詳細が届いておりますので、今年度に関してもご連絡できるのは、まだかなりちょっと先になるのかなと思っております。続いて4番目ですが、えー、障害者福祉施設等におけるクラスター対応に関してになります。陽性者が発生しても サービスを継続することが必要な入所施設等に限っては、サービスを継続するための緊急的な消耗品の提供を行っております。もしあの緊急的に消耗品等不足等がございましたら、私ども障害福祉課サービス支援班の方にご連絡をいただければと思います。また、昨年度まで国から支給されておりました マスク等のです、ね、支給に関してても、えー、昨年度でで終了とといいうことで聞いておりますなかなかこう対応等で費用等もかさんでおるということはお聞きしておるところですが日頃から物資等については有事に備えて備蓄等をしていただきますようお願いしたいと思います。 続きまして、えー、事業を運営されている開設者等で、まあ、対応できない場合に限ってということになってくるんですが、えー、先ほどお話しあった高齢者と同様にです、ね、障害者の部分に関しても、感染者発生時の応援職員の派遣体制の方を構築しております。令和3年度に入所施設で発生したクラスターの際には、えー、知的障害者福祉協会の協力を得て、 十四施設から十五名、十四日間で延べ百四十八日の派遣が行われております。職員が不足し、サービスが提供できない恐れがある場合は、えー、障害福祉課のサービス支援班の方にご相談いただきたいと思います。一応仕組み自体に関しましては、まあ。 あの連絡を取ったりとかですね、いろいろあるんですが、まずあのご自身のところで職員がまあ不足して、サービスの提供がもうおれがあるともう考えられる時点で、早めにご連絡をいただきたいと思います。また、その状況を踏まえて、私どもの方うもまあご連絡を、状況を聞いた上で、どういった形の支援がいいのかということを考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 最後にですが、新型コロナウイルスの関係の部分に関して、さまざまな現場の皆さんからご意見等をいただいております。県におきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う影響等がある部分に関して、かかりまし経費の支援であったりとか、皆松様のご意見を踏まえた上で、国への要望を行っているところでございます。 また本日の資料にですね、えー、添付しております、えー、障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引きについてを、5月19日にメールで、す、え、べ、ー、ての事業所の方に送付をしておるところでございます。すでにまあ各事業所の方なり、えー、施設の方ではご対応いただいているところだと思いますが、またこちらの手引き等の方についても、 参考にしていただければと思いますこれまでも長期間にわたり新型コロナへの様々な対応を各々工夫されてご対応をしているということは承知しております新型コロナ対策などで不安や疑問に感じることがありましたら本日お話ししました相談窓口等をご活用いただきたいと思います また、本日の説明にも冒頭ありましたように、オミクロン株になってからは重症化されているケースは少ないというふうに感じております。ただ、これまで以上に障害者の施設等でも感染者が発生しているというのも事実でございます。職員や利用者など、感染者が発生した場合に関しましては、お手数をおかけいたしますが、 私ども障害福祉課サービス支援班の方にご連絡をいただきたいと思います。あの、当然ながら保険所の方で濃厚接触とか接触者と色々お話等はいただくとは思うんですが、今後のまあ事業の運営とかですね。そういった部分に関しましては。は、えー、これまでいろいろ他の事業所等の状況等も踏まえてですね。あの、私どもの方で対応できる範囲でまあ、相談等にもあの。 広い相談をまあ、可能な範囲で対応しておるところでございますので、よろしくお願いいたします。本日の研修会を機会に、各施設において、感染対策等について改めて考えていただければありがたいと思います。私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。それでは、事故初後新型コロナウイルス感染症対策について、三重県看護協会福田様にご講義いただきます。福田看護師は、これまで感染者が発生した施設などに赴き、施設内での感染対策や職員への研修など、さまざまな対応を経験されています。それらの現場経験を生かし、本日は入所施設内で陽性者が発生した際の対応について、より実際に即した内容をお話しいただきます。 ではよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。三重県看護協会の看護師の福田と申します。先ほどご紹介をしていただいたように、えっと私第三波から えっと、高齢者施設ですとか障害者施設での、えっと、クラスターの現場に実際に、えっと、ずっと入っております。で、えっとまあ、私自身あの感染症の認定の看護師の資格は、まあ、実はないんですけれども、えっと、たくさんの現場を入った中で、えっとまあ、今はワクチンも、えっと、治療薬もできましたが、まあ、それでもやはり、えっと、施設の皆さんが大変くあの苦しんでいる姿を見て、まあ、少しでも えっと、こういった話を聞いていただいて、えっと、苦しまずにクラもしクラスターが起きても、なるべく苦しむことのなく、えっと、クラスターを乗り越えていただきたいという思いで、今日はお話をさせていただければと思います。でえっと、研修内容ですけれども、1番の、えっと、クラスターの規模を小さくする、このところで、えっと、3三40分お話しさせていただいて、2番で、えっと、実際の、えっと、クラスター発生対応、と初期の段階の 具体的なお話をさせていただきますここがえっと2 3 0分で。10分ほど休憩を挟んで、実際にえっと防護服の着脱の実践を30分程度かけてえっとさせていただければと思います。でまず最初にえっとクラスターの規模を小さくするというところのお話をさせていただきます。でえっと、クラスターの規模を小さくする、この一の番のえっと講義の目的にしております。 目的ですけれども、えっとまあ、いかに、えー、クラスターの規模を小さくできるかで、クラスターの規模っていうのは何かって考えると、感染者数を少なくできるかどうかと、あと、えっと、同じ居室とかユニット、フロア階、階ですね、1階、2階とかの階とか、まあ、職員さんの場合はこう、えー、部門だけでとどめられるかっていうのがあのく、えー、クラスターの規模を小さくするというところの。 えっと、話になりますで、えっとまあ、例えばですけれども、施設内で2名陽性者が出ましたと報告を私たちが最初に受けて、えっと、考えるのが、えっとい2、2階建ての施設さんだとして、えっと、1階と2階で散らばって出てないかなとか1階だけでとどまってくれてるかなとか、えっと、同じ部屋の、えーよえー、同室者で2名陽性部屋でとどまってられるかどうかとかそういったあの目線で。えっと いいいつもあの管理をさせててただいておりますで、えっと、10個のポイントにあの分けてお話をさせていただくんですけれども最後の9番10番については、えっとま、規模を小さくするというよりもあの備えの,あの情報整理ですとか事業計画のところになりますので8番までが、えっと、規模を小さくするというようなあの内容の、えー、話になります。 はいえっと、では早速、えっと、1番のマスクの話になりますけれども、あのもうあの口酸っぱく何回も言われていて、も十分にやっているよというふうにあの思われるかもしれないんですけれども、えっとまあ、やはり、えっと、実際にクラスターの現場に行かせていただくと、えっとまあ、もう少しマスクつけれた場面があったよなっていうふうに、あの後で振り介護さんたちが振り返って、あの思われることがあの多くあ,のあ,のあります。 で、えっとまあ、実際、あの両方が、両者がマスクをつけていることが重要というふうに書いてますけれども、まあ、具体的に、えっとまあ、数字があの出ていましたので、えっと、載せておりますが、まあ、仮に陽性、あえっと、利用者が陽性だとして、職員が青色で陰性だとした場合に、利用者さんが陽性だったとして、マスクをつけていなければ、職員さんは、えー、その、 ウイルスの吸い込みをです、ね、マスクでブロックできるのは47%と。で、利用者さんが、陽性の利用者さんがマスクをつけていれば75%ブロックできるということで、やはり両者がマスクをつけていることっていうのがすごく重要になります。で、えーとまあ、言い換えると、職員が陽性の場合でも、利用者さんがマスクをつけていれば、うつすことが 移す確率が下がるというふうに言い換えることができると思います。で、えっとまあ、とはいっても、私たちも家に帰ればマスクをいつも外しますけれども、利用者さんが24時間マスクをつけているというのは難しいですので、どういったときに、えー、限定的にどういったときにつけていただくかというと、えーまあ、職員と利用者の近づくときっていうのはたくさんあると思うんですけれども、あのおむつ介助のときですとか、車椅子に乗せるためにこう抱き上げるときとか、 まあ,あと、耳が遠くて、えー、耳元でこう大きな声でこう喋ってあげないといけないとかとか、まあ、そういった時に、例えば顎マスクになってるやつをピッと上にこう上げてあげたりとか、ちょっと細やかなあの対応が、えー、職員さんの身を守るって上で大事になるのかなと思います。はい、次に換気ですけれども、まあ、こちらもあの大変あの悩まれておるんじゃないかなと思います。 でえっと、私の方は常時換気とまついで換気というふうにあの項目を作っておりますがまずあのコロナ換気ってこう検索をしてみると30分に1回数分間窓を開けましょうとか言ってあって、まあ、介護の現場とか福祉の現場でこれをやり続けるのはあのできないと私もあの感じています。でえっと、そこで常常時常にあの 安全に開けられる窓がないかっていうのを施設内でもう一度見ていただきたいなと思っておりまして、窓が開いていると、利用者さんがこうそこから外に出ていかれたりとかで、安全に開けられる窓っていうのはあの少ないのかなと思うんですけれども、天井の方にあるえと肺炎の窓ですね、こちらの方を開けていただくと、安全に換気ができるかなと思います。あと、職員さんだけのエリアでしたら、利用者さんが来られないエリアでしたら、 安全に窓が開けられるかなと思います。で、実際利用者さんのエリアとなると、えー、と常時開けておくことはできないと思いますので、ここでまあついでに換気というふうに書いておりますが、これは実際に私がクラスター入った現場で ICN さん、感染の認定看護師さんから教えてもらった方法ですけれども、例えば4人部屋のおむつ交換に回りましょうとなったときに、 最初に入った介護さんがまず窓を開けて4人のおむつを交換して閉めて出てくる。まあえっと、看護師さんがバイタルを測るときもそうですけれども、えっと、部,屋の部屋に入った際にまず窓を開けるっていうのを、えー、やっていただくだけで、まあ、こまめな換気にはつながるかなというふうに思います。でえっと、下の方に、えーまあ、空気の通り道というあの資料を載せておりますが、まあ、換気の 理想は、えっと、空気の通り道があること、体格、まあ、に向かい合う2つの窓が開いていてというふうに書いてありますが、まあえっと、窓は大きくは開ける必要はなくて、えっと、小さくてもいいので、こういった体格に向かい合う窓が、えっと、少しずつ開いていて空気の流れがあることが大事になりますので、もう一度あのご,、えっと、ご自身の施設の中で、どの窓とどの窓を開けると空気が通っていくかなというふうに。えっとえー 考えていただくといいかなと思います。はい、で、えっと、個人持ちの消毒手指消毒になりますが、えっと、なかなかこう認知症の方がおられたり、まあ、障害のある方がおられたりで、消毒液をあの廊,下せ廊下などに設置しておくと、 持って行ったりとか、まあ、危ない場合です飲んでしまったりとかそういった理由であのなかなか設置ができませんっていうふうにあの言われることがあるんですけれども、まあ、そうなったらやっぱりもう職員さんの腰にぶら下げておいてもらえませんかっていうことをいつもクラスター現場ではお話をさせてもらってます。であの図にににああるるようにあの、まあ、いくつかこう商品がののであの施設の特性にああの 都合のいいものをあの準備して,いただしていただけたらなと思います。まあ、これがやっぱり出生毒の頻度とかを上げていくのには、まあ、あの手っ取り早いかなと思います。で、えっと、横の,あの図面の資料、えっと、の方は出生、えー、毒というよりもちょっとこう出資衛生の全体的なお話になりますが、えっと、まあ、とにかく出生毒こう。 WHO が出している5つのタイミングというものになりますけれども、えっと、まあ自分たちが思っているよりも,も、何倍も何倍もやっぱ消毒をしないといけない、これはあのベッドサイドに行った時のタイミングなので、ベッドサイドじゃない時でも、何度も何度も消毒をしないといけないということで、まあ、こ,うこういった図を見ると、やはりえっと腰にぶら下げておいてもらうのがいいのかなと思います。 であと、えー、手袋の上から、えー、消毒をこうしているのを見かけますが、えっと、これは、まあ、あの正しい方法ではあのないですで、えっとまあ。手袋の上から消毒をしても、まあ、手袋にしわがあって、そもそも全部に行き渡らないということと、えっとまあ、実際にやっていただくとあの分かるかと思うんですけど、なかなか乾いていかないんですね。でアルコールが乾くときに消毒がされるので、えっと、か乾かない。 ままだとやっぱ消毒はされないです、す、えっと、あとはまあ手袋はまあピンホールとか言って、もともと小さな穴がせあの製品の都合上空いていることがあるんですけれども、あの手袋の上からアルコールしてすりすりこすり合わせると、そういったピンホールの穴もどんどん大きくなって、あの結局すでにウイルスが残るということがあの言われております。ですので、えっと、手袋の上から消毒ではなく、手袋はやっぱり交換していくもの。 になりますでその交換のタイミングはというと,、えっと、1患者、まあ、1利用者さんに1手袋をいていくことが大事になります。でえっとまあ、クラスターが起きた現場でもあのよくあるんですけれども、こうつけたままでいないとあの不安って思われる利用者あ介護さんがあの多くおられるんですけれども、まあ、私たちからすると、つけたままでいることは、もう手袋にどんどんウイルスがたまっていっている。 状況になるので逆に危ないかなと思います。でその手袋で職員さんが自分の顔を触ったりとかすると、多分顔にウイルスがついていくかなと思います。で、えっと、アルコールの、えっと、濃度になりますけれども、70%以上のものが望ましいとされております。はい、次になりますが、えっと、こちらは出荷消毒ではなくて、まあ、環境消毒。 の方になりますで、えっと、まあ、1日、えっと、数回施設内のみんながよく触れるところを消毒しましょうと、まあ、あえて数字は出してないんですけれども、まあ、施設の,あの業務の状況などを見て、えっと、切算で回数を判断していただけたらいいかなと思いますが、えっと、まあ、例えば私が以前働いていたあの病院ですと、朝と、えっと、夕方の申し送りの前に、まあ、夜勤さんも日勤さんもそうってるような時間帯で、 10分間みんな1回業務を止めて、あのまあ、前の部分音楽を流してましたけども、音楽な鳴っている間は、えっと、手すりだったりとか、ベッドサイドだったりとかをみんなで吹、えっと、き上げる、まあ、消毒タイムを、まあ、設けておりました。まあじえっと、現実的にはおそらく2回とか3回といった時間が作れるといいのかなと思います。で、えっとまあ、クラスターが発生すると、やはり ウイルス量を、施設内のウイルス量を下げたいですので、忙しくてもやっぱり、えっと、こういったように、1日2回ぐらい、どうにか消毒をできませんかというふうにお願いをすることがあるんですが、もともと消毒する習慣が施設さんにあればあの、クラスターが発生して、新たな業務を覚えてもらう必要はないですので、もともと1日数回、消毒をしていただく文化があるといいのかなと思います。 でえっと、具体的な消毒の仕方になりますけれども、えっとまあ、参考例で、えっと、消毒シートの,あの画像も載せておりますが、まあ、こういったものがなければ、えっと、70%以上のアルコールを、えっと、染み込ませたペーパータオルで吹、えっと、き上げていただくのでもあの問題はないかと思いますで、えっと。アルコールの濃度は、今はあの流通があの安定してきましたが、 えっと、以前入、入手困難なときはまあ60%台でもやむなくいいですよというふうにはあの言われております。ねえっと、まあ、アルコールでもではなく、あの入ったですね、自亜塩素酸をこう薄めたものでもあの代用は可能です。まあ、そちらを使うとあのノロ、ノロウイルスの方にも対処できますので、まあ、環境消毒は、えー、っと次亜塩素酸の方を使うという。 切断もあ,のあ,のあるかと思いますがあの、規定の濃度がありますので、決まった濃度で、えっと、薄めていただいて使っていただく必要があります。で、えっと、クラスターの現場に入るとよくあるのが出荷消毒剤ですって言ってこう使わせてもらったものが、ハイターを薄めたも匂いがして、多分職員さんみんな手にハイター使ってたんかなということもあ,のありました。なので、えっと、消毒液としてあの 種類があるということをしっかり認識していただいて手に使うものは、まあ、あのエタノール、まあ、アルコールで環境消毒にはジオエソー酸あの混ぜないようにお願いできればと思います、はい、次に、えっと、フェイスシールドの着用になりますが マッ、えっとまあ、サージカルマスクだけでなくフェイスシールドもあのすることで職員さんの身を守ることが、えー、できますで、えっと。スライドの右上にあの顔がありますけれどもウイルスの入り口は目鼻口になります。まあ、あのよく、えっと、介護現場で、えっと、クラスター現場入らせてもらってあの勘違いされるのがフェイスシールドよりもガウン着てる方が 安全ってこう思われる職員さんがおられるんですけれどもやっぱりウイルスの入り口は目、鼻、な口ですので、えっと、最悪ガウン着てないまま、えー、陽性者の対応をしてしまったとしてもフェイスシールドをしていればその職員さんが濃厚接触者ですと言われることはまあないと思います。なので、えっと、ガウンをつけていることよりもウイルスの入り口目、鼻、口を守るフェイスシールドをつけていることの方がとても重要になります。 でえっと、皮膚ですね、まああのえっとまあ、腕とか首元とか、そういったこう皮膚のこう毛穴とかから入ってくるものではないですので、えっと、目鼻口ですねそれをフェイスシールドを使って、えっと、ブロックしていただければと思いますで、えっと。医療現場では飛沫が顔の粘膜に直接付着することによる感染のリスクが60%から86%と最も高いと。 あと近畿大学の、えー、と資料から引用しておりますが、まあ、やはり、えー、と利用者さんとか高齢者の方はベッドに寝られておることもあって、それをこう上から解除する、えー、と場面があるかと思いますが、えーと、職員の顔に飛沫が直接飛んでいるあの、見えないだけで直接飛沫が飛んでいる、それによる、えー、と感染の暴露があのリスクとして高いというふうに。 やはり言われておりますので、まあ、こういった、えー、とパーセンテージを見ると、まあ、フェイスシールドを使って、えー、常時から使っていただくっていうのが、えー、すごく大事なのかなと思います。で、えっ、ー、と、まあ、フェイスシールドもあのいくつか処理があって、えっ、ー、と、こういったものですね、あのを、まあ、常時、 けませんかってお話をさせてもらうと、まあ、利用者さんへのこう印象が悪,か悪くてちょっと使いづらいですっていうふうにあの言われることがあ,のあります。なので、えっとまあ、いくつかこれはまあ顔を全部覆うお面みたいなものになりますけれどもそうじゃなくても、えっと、別のものでこういうあのマスクにそもそもこうフィルムがついているものですね。 こういったものですとあの、そんなにこう、利用者さんとかいうの圧迫感がないものになりますので、こういったものもあることと、あと、ちょっと透明で見づらいんですけれども、こういったフィルムで、えっと、マスクに直接貼れるものがありますので、えっと、利用者さんに近づくときとかにパッと貼って、ま、使い終わったらこれは捨てるというような。あの まあいくつか目を守る方法にもあの商品がありますので、えっと、また調べていただけたらと思います。でえっとまあ、とは言っても、ですねあのやっぱりこのタイプのフェイスシールドを使われている施設さんがあの多くありましてで、えっと、このフェイスシールドを、えー、どのようにあの管理していくかなんですけれども、えー、っと消毒ですね。まあ 1>, 1日1枚ですとか、こうもうその都度なんか汚れたと思ったら捨てて交換してもいいよとしている施設さんもあるかもしれないですけれども、まあ、やはりあのコストのこともありますので、えー、まあ1週間に1回ですとか、3日に1回ですとか、あの使い、あの消毒して使い回しをする施設さんがあの多いかなと思っておりまして、でえーっとまあ、消毒の仕方なんですけれども、えー、っとこちらの 表ですね利用者さんから飛沫が飛んでくる面と自分に向かっている面があって、こちらの方が確実にウイルスは多いですので、拭き上げるときには自分に向かっている面表をあ、ごめんなさい、裏を拭き上げて、で次に汚れている方、表を。 えー、拭き上げるといいのかなと思います。で、えっとこれの保管方法になりますが、えっとお伺いすると、例えば職員さんのもう自分の自宅から持ってきたカバンとかを入れるロッカーに保管させているという施設さんもあったんですが、なかなかこうまあ、消毒はしたとてあのウイルス残る可能性もありますので、まあ、それをこうえっと職員さんの私物のエリアと一緒に 入れて管理すると、まあ、家に持ち帰ウイルスが持ち帰ってしまったりということもあるかと思いますので、えっと、スライドに載せています保管、えー、のところですね、えーまえー、と洗濯物干しですとか点滴,棒の、えー、と点滴棒とかにぶら下げたり手すりとかにこう洗濯バサミをこうつけたりしてそういった方法で、あのー、みんなのスペースシールドがこうぶら下がっているエリアを 作ってあげるとといいいのかなと思いますで、まあ、これも、えっと、先ほども消毒のときに,に言ったように、えっと、結局クラスターが起きるとこのフェイスシリールドの管理を始め,て始めてもらわないといけないことになりますので、まあ、平時からこういった管理をあの習慣づけておいてもらえるといいのかなと思います。でえっと、またあの後ほどああの着脱方法のレクチャーはさせていただきますが フェイスシールドを外すときは、やはり前が汚れておりますので、後ろのバンドを持って後ろから前に外しましょうというふうに言われております。はい、次に、えっと、休憩室と更衣室になりますで、えっと。私たちがクラスターの現場に支援に入らせていただくときに、利用者さんの、えっと、感染者数が多いこともあの大変。あの 大変なな事態なんですが職員さんの感染者数が多いと,、えー、と業務を回していく人手が足りなくなりますのでここをどうしてもどちらもすごく大変な事態になります。で職員さんの感染者数が多い現場で、えーとまあ、原因として挙げられる要因の一つに、えー、と休憩室でやっぱりマスクを取ってお話をしてしまいましたとあの言われることがあったりですとか。 休憩室でこう黙食黙って食べるとかえ消毒液を置くとかそういった対応をまあ取,って取ることができていませんでしたと言われることがあってえまあ職員さんのエリアですのでどうにかここでのクラスターっていうのを絶対に防ぎたいなというふうにあの思いますまあただまあスタッフエリアはこう業務が終わって安心してくつろぐ場所でもありますのであのマスクなしでお話ししてしまう あの気持ちも十分に分かるんですが、まあ、管理者の、えー、と皆様から、えー、と現場に、えー、とそういったことがないようにマスクは必ずして換気,の換気の取れた場所で職員同士話しましょうというふうに促していただくといいのかなと思います。でえー、と,とは言っても黙食をするようにですとか周知はしていたんですけどえー、と 職員同士ででお話をしてししてままいましたですとか徹底に周知はしてたけど徹底にこう至っていかないあの現場もよくえとお見受けしましてまあそこでまあ具体的にまあそういった現場を行かしてもらうとやっぱりテーブル初さんのテーブルが休憩室のテーブルが対面になっているのでまあ黙って黙食で食べておれば映らないとは思うんですけれどもまあ結局対面になってると何かやっぱお話が始まってきたり。 あのしますので、えっと、下の2つ、ま、丸印をつけている下の2つですね、もう目線が合わないようにテーブルを壁の方に向けたりですとか、えっと、左下の方ですと、も私たちスクール形式とかって言いますが、今みたいなこう座席の取り方で一方方向にみんなが向いている、そうするとまあ目線が合わなくてお話が始まらないとかいうあのことができますので、えっと、左じゃ、右枠のです、ね、黄色い項目でこうチェックリストを 作っていますがまたあのご自分のご施設に戻られた際にはこの項目であのチェックをしていただくといいのかなと思います。まあ、それでももともと側級休室が職員数に対してちょっと狭かったりとかそういったこともあ,のあるかと思います。で、えっと、下から2つ目ですけれども、休憩室の利用人数にもう制限をかけるこの部屋には、えっと、同時に2人までですとかそういった掲示をして人数制限をかけて でえっとまあ、施設さんによってはあのもうかん、えっと、職員さんの自分の車に戻られて、ご飯をお昼休憩を取るようにあの周知している施設さんも、あのそ,まあ、そういう手もあるかと思います、はいでえっと。7番のグループ化の話になりますが、ここが、えっと、一番最初にお伝えした、えー、規模を小さくするというところで、 まあ、あの重要なポイントになります。でえっとまあ、グループ化も利用者のグループ化と、まあ、職員のグループ化がありますが、えっとまあ、利用者のグループ化ですと、えー、同じお部屋ですね同室者とか同じユニット同じ会で食事とか入浴の場面をそういったグループで、えーと 座席ですとか曜日とかを設定できないかっていうあの話になります。もちろん一般浴とか機械浴とかであのどうしても交差することもあるかと思うんですけれども、えっと、まあお風呂の場面もやっぱりクラスターが起きやすい一つの,あの場面でして、えーとまあ、例えば2階建ての施設で、えー、と1階からも2階からも陽性者が出てるってこう報告を受けたときに その2日前、3日前とかに何かイベントがあったんじゃないかなと推測をするんですが、えっとまあ、ヒアリングをしていくと1回と2回で陽性になっている利用者さんは、えー、例えば2日前に、えー、機械浴で脱衣,脱衣所であの交差がありましたとやっぱり、えー、お風呂の現場で、えー、とウイルスが広がって1回とか2回に持ち込まれていっていることがあのよくなります。 なのでまあ、あの難しい場面もあるかとは思うんですけれども、なるべくこうグループ化をしておくことで、感染がもし広がっても規模が小さくできるかなと思います。で、えっと、真ん中の方にこうに黙って入浴と書いて、目、まあ、浴と書いてありますが、えっと、実際にこう近づいて解除する、入浴解除する場合、まあ、利用者さんマスクをつけていることは難しいですので。 えとまあ、これも難しいご,あのご提案にはなるんですけれどもそもそものお風呂え入浴介助で、えー、お互い映し合わないっていうところで少し今よりもコミュニケーション量を減らして近くでしゃべりかけるっていう場面を、えー、と少し減らしてもらうっていうのもあのもちろん声かけもすごく大事なんですが、まあ、一つの方法として、えー、と黙って入浴黙浴っていう手も あるのかなといいううふうに思っていますで、えっと、職員のグループ化についてですがこちらも職員を、まあ、あの会をまたいだ、えっと、職員の配置をやめるですとか、まあ、ユニットの行き来をなくす職員の、えっと、固定をの行っていただくことで、えっと、広がりを抑えられることになります。でまあ、ちょっと欲張りな話ですけれども休憩室もその、えっと、フロアですとかユニットごとに 設定してあげると、まあ、先ほど説明した休憩室クラスターみたいなことがなくなるかなと思います。はい、次に、えっと、健康管理になりますが、まあ、こちらはあのも,もちろん毎日やってるよというふうに思われるかもしれないんですけれども、えっとまあ、毎日あの、まあ、体温など健康観察を実施していただいて。で えっと、持ち込みとか、まあ、広がりを早期にあの感知していただきたいというふうに考えています。なので、個人の健康管理というよりも集団としてのこう傾向などを、まあ、体温とか、まあ、体調が悪い、えっと、鼻水出てる方が多いですとかそういったところで集団として傾向をあの見てもらうといいのかなと思います。でこうクラスターが起きた現場で、えっと、たまにあるのが、まあ、最初のお一人が陽性になられて。 よくよく考えると2日ぐらい前からやっぱみんなちょっと微熱あったよなっていうふうに1人目が分かってその傾向,を傾向があったことをこう理解される把握される切断がありますのでなかなかちょっと症状も軽かったりであの感知が難しいとは思うんですけれどもあの早めに感知する方法としてはえ毎日健康管理していただいてえ集団の傾向を見ていただくことがあの大事になるかなと も言いますで、えっと、下にあの下半分についてはちょっと体調管理というよりも SPO2 の話になります、まあ、SPO2 はまあ血中のこう酸素の濃度をこう示す値になりますけれども、えっと、クラスターが起きた時には、えー、毎日陽性者濃厚接触者、まあ、陰性者もあの可能であれば全員毎日ですけれども、えー、体温と SPO2 を測定して保健所に毎日報告をしていただく。 そうなると、看護師さんだけでは足りなくなって、でまあ、1日2回測りましょうとなると、まあ、朝夕、どうしても介護士さんの、えっと、力を借りざるを得ないことがあのよくあります。で、えっと、クラスターが起きて初めてこう、SPO2 の機械で利用者さんの、えー、指先にはめてはか、クラスターが起きて初めて測る方もおられるんですけれども、日頃から少し。 えっと、そういったことを想定して、介護士さんでも SPO2 を正しく測定できるように、あの教えておあの準備をしていただくといいのかなと思います。でこれもまたちょっと欲張りな話ですが、えっと、その介護士さんにこう危険な値が何パーセント以下かっていうのをお伝えしておいてもらうといいのかなと思います。例えばこう、夜間、看護師さんが、えっと、夜勤なしの介護施設さんだと、介護士さんが測ってくれて、 えっと、例えば SPO2 が60%ですって言われると、もう私たちはもう救急車呼んでもらわなあゃダメだなってこう認識はあるんですが、えっと、介護さんがもし SPO2 が知らなければ、えっと、60%が危険な値とお思わずこう報告が上がってきますので、結局、看護師さんが、えっと、緊急で夜対応しに行って、看護師さんが測ると、普通に96%、8%あったっていうことが、まあ、何件か私もあの経験をしていて、なので、えっと このえっと右下に載せてある SPO2 のこうパーセンテージによって重症度をこう分けた表記はえっと一般的なものではなくてコロナ患者におけるパーセンテージになっておりますのでえっと通常時にはちょっと該当はしないんですけれどもクラスターが起きた時には1つの指標として93%以下というのがやはり危険な値になってきますのでえっとそういったことを事前に介護して スタッフにも周知しておいていただけるといいのかなと思います指を変えて測り直てあて上がってくるとかいうこともよくありますのでそういったことも周知していただけるといいのかなと思いますで次に、えっと、事業継続計画になりますが、えっと、その中でも2つ項目を絞ってお話をさせていただきます赤字にしてあります職員確保 とありますが、言い換えますと、ケア度を下げて最低何人下げた上で最低何人おれば業務が回せるかを考えておくようなあの作業になります。次のスライドになりますが、ケア度を下げて最低何人いれば業務が回せるか考えておくですが、具体的にケア度を下げるってど,どこを削るのか。 ということになりますが、えー、とおむつ交換ですと、えー、交換頻度をまあ減,らす減らさざるを得ない、その代わりに長時間吸収のパッドに変えておくですとか、まあ、航空ケアも、えー、としっかり1日3回歯磨き、ブラッシングしてあげるのではなくて、あのスワブで脱ぐだけ、シートで脱ぐだけ、1日,、えー、と 1, 日1回にこう減らすですとか、えー 食事ですと、えー、お弁当は、まあ、感染対策上、ディスポの,あの紙皿ですとかお弁当容器に変えることがあるんですけれども、まあ、配膳とこう配膳して、配膳いいですけど、下膳が結構こう介護の現場であの業務の負担となることがありますので、まあ、それがもうディスポの容器ですと、下膳もどんどんごみ箱に入れていくだけになりますので、まあ、こう使ったお盆を吹き上げて、また栄養室に返すとか、そういった業務が減る。 ので、えっと、ディスポのものにすべて切り替えていただくですとか、えっとまあ、入浴についてはこれも感染対策をあ感染を広げないためにえっと、一旦中止と、えー、陰性者も含めて1人でも陽性者がで出た場合には、えー、感染が広がっているか可能性があるエリアの、えー、入浴については一旦中止をしていただいて正式や陰部洗浄に切り替えていただくですね。でえっと 洗面も、えー、と毎日こう洗面台に誘導するのではなくて、もうお手引きで拭き上げる程度に減らしてあげたりですとか、えー、あと着替えですね、行為も、えー、と頻度を下げて、でまあ、このこう頻度が下がると洗濯物が減りますので、例えば陽性者の洗濯物を取り扱う頻度が下がるので、職員さんが安全になるというような内容で、えー、ケア度を下げることができますで。そういったケア度を下げたと想定して、 クラスターが発生したら、どのようなタイムスケジュールで業務を回していくか、例えば何,、えー、何時のおむつをもう1回回るの、おむつをよ4回回るところをもう3回にしましょうとなったときに、どの時間を削って、えー、何時間こう上にずらすかとか、そういったタイムスケジュールを事前に少し練っておいていただけますと、クラスター発生したときに、まあ、それをもう打ち出して周知する。 形にすすぐ対応できるかなと思いますであと、まあ、それでも人手が足りなくなった場合に、えー、法人内ですとか、まあ、あ施設内ですね、えっと、もし1階とか2階とか、まあ、3階、4階とも大きな、えっと、施設なんですと、他の、えっと、グリーンゾーン、感染者が1人も出ていない病棟フロアから、えー、応援を、レッドゾーンですね、感染者が出ているフロアに応援を要請する。 ですとか、法人内で別の施設さんから、えー、マンパーをもらうですとか、まあ、デイサービスを併設している施設さんですと、えー、デイサービスや、まあ、訪問事業なども事業を縮小してそちらから人員を回す、まあ、こういったあの方法で、えー、と人員不足を、クラスター発生中の人員不足を、えー、乗り切る施設さんがほとんどになります。でえー、と最後になりますが、情報を整理しておくとあります。 でえー、とクラスターが発生しますと、保健所にこう情報共有すべき、えー、項目がたくさんあって、発生してからそういった書類をこう作り上げていくのはすごく時間がかかりますので、で事前に、えー、とオレンジ色で枠で書いてあります項目などを、えー、整理しておいていただいて、まあ、すぐに出せるようにしておいていただけるといいかなと思います。でえー、と特にお勧めさせていただくのが、えー、とベッドのこう ベッドマップの部屋割りをエクセルなどのこうデータで作成しておいていただけるといいのかなと思います。なんでかと言いますと、陽性者が出たときに、たくさんこう部屋移動があったりして、今誰がどこの部屋に滞在しているかっていうのを、まあ、パッとパソコン上でも手書きではなくて、パソコン上で変えれることが大事なのと、まずえー、とパソコンもデータで作ってありますと、えー、そういったこうデータをもとに、まあ、例えばですけど、我々の えっと、県庁のものに相談してもらったり、保健所のものに、えー、部屋移動をどうしたらいいかそう相談するときのツールとしても使えますので、えっと、手書きのものではなくて、やはりちょっとデータ化をしておいていただけるといいのかなと思います。はい、ここまでが、えっと、10個のポイントとしてお話をさせていただきましたが、えっとまあ、そもそもちょっと持ち込まれないための対策として、えっとまあ、以前から言われているような項目も。 少し変えてありますので、またご参照いただければと思います。で、えっと、最後の、えー、一番の項目で最後のスライドになりますが、えっとまあ、実施しなくてもいいとされていることがまあいくつかありまして、えー、っと体にこう消毒液をこうスプレーでこう振りかけるというのは、えー、クラスターの現場で入らせてもらってあの、何回かそういうシーン見かけるんですけれども、えっと、目,に目から入ったりですとか、吸い込みがあって、 人体に悪影響があるとされてますので、えっと、それはあのし,しない方があがいいかと思います。であと靴あ床とかですね、靴の,消毒靴の底です、ね、の消毒ですけれども、こちらも、えっと、例えばクラス、えっと、コロナ病床とか総合病院さんのコロナ病床の床は1日何回消毒しなさいとか、そういったものは打ち出されていなくって、まあ、床とか靴の底を がが原因でこう感染が拡大してていいくっていうのは要因としては非常に考えづらいとされていますので、えっと、床とか靴の裏の消毒は不要と言われております。まあ、同様にシューズカバーも、えっとまあ、そもそも靴の底が汚いものですので、えっと、シューズカバーをつけたり外したりのために汚いエリアに手を持っていくっていうことをするのであればもうそもそもつけない方がいいんじゃないかと言われております。 であとビニールカーテンですけれども、えっと、こうエリアをこう区切るために、えー、天井からこう大きなビニールを吊り下げていただいて区切っているところがあ,のあるんですけれどもビニールカーテンもまあ必ず必要とは言われてなくてこう出入りのために何度も触ることであえて職員さんのこう接触部位を増やして不潔になったりですとか、まあ、ドアノブとかだと拭きやすいんですけれどもビニールカーテンってこう拭きづらい拭き上げづらいですので。 えっと、そちらもしなくていいとあの言われております。はいえっと、ここまでが、えー、クラスターの規模を小さくするというところの,あのお話になりました、はいえっと。次の2番になりますが、クラスター発生時の初動対応になります。でえっと、講義の目的としまして、まあ、先ほどとは違ってちょっとこうじゅ何個の。 10個のポイントとか少し上げづらくてですね、もともと施設の形態、えっと4人部屋とか個室だとか、フロアの作りとかで、一概にこ,うこのようにゾーニングをしてください、陽性者と陰性者のエリアをこのように分けてくださいということが非常にお伝えしづらくって、この2番のスライドに関しては、基礎知識をあのもう1回復習していただく。 でえっとまあ、そういった知識をもとにクラスターが発生したときに、保健所さんとお互い共通認識がある中でやり取り、やり取りを進めていただくことで、スムーズに、えっと、対応ができる、えー、ことがありますので、まあ、基,礎知基礎知識の、えー、っと勉強だというふうに思って、聞いていただければと思います。で、まあ、その基礎知識をこう聞きながら、まあ、自分の施設,さん施設だったらどのように対応するかなっていうのを、少しイメージしながら聞いていただければなと思います。 1>, でえっと、1番が初動対応で、過、え、去、っと、1の方で初動対応のやるべきこうチェックリストみたいなものを作ってますので、そちらの説明を、えー、させていただきます。でえっと、説明の前に、えっと、最初の1人が分かるまでの、まあ、よくある例を書かせていただいております。まあ、やはりあの最初の1人が分かるのは、本当に突然その日がやってくるという形で、他の施設さんも。あの 急に発生するので、非常に現場が混乱するんですけれども、読み上げますと、ショートステイの利用者が発熱し、検査にて陽性。入居者と職員に一斉に検査をしてみると陽性者が多数いた。これの言葉から分かるように、ショートステイから持ち込まれたという例がよくあります。あとは、入居施設に併設するデイサービスで利用者が陽性になって、職員さんが、え。ー その利用者さんから暴露して陽性になってで、デイの休憩室と入居側の休憩室が一緒だったので、入居側の職員さんにも移っていったというようなことも、えー、ありました。であとは、えっと、コロナじゃないと思って、えー、通常の外来に受診しに行って、えーまあ、違う診断を受けたんですけれども、えー、入院前の、えー、検査をということで、PCR を取ったら陽性が。 たたといったことっこもありましたでまあ,あのよくあるのは職員さんがまあ陽性になってしまって、えー、利用者と職員に一斉に検査をしてみるとすで、えー、に陽性者が多数いたということもありました。はい。ねえっとすみません1番の項目の説明になりますが、えっと、こちらが、えー、先ほどもあの初動対応のあのー。 説明は障害福祉課の方からしていただいたんですけれども、ちょっと私の方で、えっ、ー、と、現場対、まあ、介護のこう現場のリーダーさんがやることと、管理者がやることを少しこうあの分けてみました。で、えっ、ー、と、かつまた、実際クラスターが起きたときにはあの、この表を見て対応できるように、ちょっとチェックマークをつけれるように、えっ、ー、と、させていただいております。で、えっ、ー、と、項目の中で、 現場対応の陽性者隔離とゾーニング、アンダーラインが引いてありますが、あと管理者側の濃厚接触者の特定については、少しイメージが湧きにくいと思いますので、この3つについて詳しく説明をさせていただきます。で、えー、っと、濃厚接触者の定義になりますけれども、 えー、新型コロナウイルス感染症の診療の手引きといわれるあの、まあ、教科書のようなあのものが発行されておりますが、そちらを見てみると、えー、感染あ、ごめんなさい、かえー、患者確確定例、まあ、陽性者ですね、陽性者の感染可能期間、発症2日前に接触したもののうち、次の範囲に該当するものであると、まあ、早速、なんか難しい表現がされています。で えっと、ちょっと時間の都合で全部は読み上げないですが、下の方に行きますと、具体的な数字で1メートルという言葉もあって、その下にも15分以上というような数字が出てきています。でえっと、まず、一番上のですね感染可能期間、発症2日前というのを、えっと、解説させていただきますと、その発症日というのは、結果が出た日ではなくて、症状が出た日。 りますでえっと、スライドの下側になりますけれども、これは、まあ、例えば職員さんが陽性になった時の、えっときの発症日の発症日と感染可能期間の、えー、考え方になりますが、えー、5月9日と10日に日勤をされてで、11日も日勤をされて帰宅後に発熱しました。で次の日に、えー、施設に報告が来て、えー、今病院を受診して検査をして。 じゃあ今日は休,み休んでくださいで。13日翌日に結果が出て,出て陽性になったとしますで。そうなると発症日というのは先ほどもお伝えしたように結果が出た日ではなくて症状が出た日になりますのでこの方の場合ですと発症2日前というのは5月9日で発症1日前が5月10日で。で えー、5月11日発症当日も勤務をされておりますのでこの9、10、11の間にこの職員さんが関わった方、まあ、どういったケアをしたかにもよるんですけれども、まあ、例えば、食会をしたとか入浴会場をしたとか職員でマスクなしで会話した人がいないかなとかそういったことを探っていく期間の設定については発症2日前というのはこのように設定をしていきます。 でちなみにあの無症状者の場合というのを書いて右上に書いていますが、えっと、よくあるのは、えっと、職員で1人陽性者が出ましたとなってじゃあ、えー、勤務する職員さんと利用入居の利用者さん一斉に PCR を取ってみましょうとなって、えー、職員からまあ陽性が出てきたとします他にもただそのしょ、えー、職員さんは、えー、全くの無症状でとなった場合には 発症日というのはもう分からないですので、検体を取った日、この方も結果が出た日ではなくて、検体を取った日が発症日と設定される形になります。1ルですとか15分という、まあ、具体的な数字が出てきていますが、えー、入居施設で、まあ、よくあって、えー、濃厚接触にこう当てはまる場面として、 例えばですけれども、えっと、利用者が陽性になった場合、えー、どの範囲が、えー、と濃厚接触者に該当するか、えーまあよ、よく当てはまる場面としての,あの説明になりますが、同、えー、室,室者ですね、陽性者との同室者ですとか、えー、食事のテーブルがで、まあ、席が近かった利用者さんで、えー、陽性者の入浴会場をフェイスシールドなしでじ あごめんなさい食事の介助をフェイスシールドなしで実施した職員さんですとか、入、え、浴、っと、ーー会場を、えー、長い時間かけてこう実施され、近い距離で実施された職員さん。で、えー、職員が陽性になった場合は、職員から食事介助や入浴ーー会場のケアを受けた利用者さん。まあ、食事介助も入浴ーー会場も利用者さんはマスクを絶対につけていないですので、えー、職員がマスクをつけていても、 まあ先ほど説明したマス,クマスクというマスクになっていないので濃厚接触者かなと言われることが多々あります。であとは食、えー、休憩室で職員同士、陽性の職員と陰性の職員がマスクなしで喋ってしまった場合には、その喋、えー、った職員さんは濃厚接触者というふうになります。まあ、これもまあ15分以上ですとか、えーまあ、その部屋が換気が取れていたかどうかにも、あのー、左右はされますが、 まあよく当てはまる場面としては、食事とか入浴介助とか、職員同士マスクなしでしゃべった場合がえ該当することになります。陽性者の隔離とゾーニングについてえ説明をします。ゾーニングという言葉はあはなかなか聞き慣れないかと思うんですけれども。 えーまあ、目的として、清潔な区域とウイルスによって汚染,汚染されている区域を、えー、区分けすることをゾーニングと言いまして、えー、感染を拡大を防止するために重要な役割となります。で、えっとまあ、色分けをしていくんですけれども、レッドゾーンと言われるエリアは汚染エリア、イエーローゾーンが準汚染エリア、えー、でグリーンゾーンが清潔エリアというような色分けを すすることがありますで、えっと、レッドゾーンの方には、えー、陽性者、イエローゾーンについては、えー、濃厚接触者、でまあ、施設とか、えっと、感染症のこう、えー、専門家によってはもう濃厚接触者もレッドゾーンというエリアに、えー、入れた方、ネーミングとしてレッドゾーンにした方がいいんじゃないかという方もおられますので、一概にあの細かく決まりはないんですが、イ、え、エ、ー、ローゾーンを。 に濃厚接触者、これから発症してくる可能性のある方たちを色分けします。あとは、使用後のガウンとかです、ね、手袋とかを脱ぐ場所、対応した後のガウンにはウイルスがついていますので、イエローエリアで、でイエローゾーンで脱ぐ場所を準汚染エリアとします。 でえっと、グリーンゾーンというのは、まあ、清潔なエリアですので、まあ、確実にあの陽性者と接触がない陰性者の方たちのお部屋ですとか、まあ、ナースステーションですとか、えっと、ガウンなどをき着る場所ですね、これから、えー、陽性者のところに入っていく前のガウンはきれいですので、まあ、そこはグリーンゾーンに、えー、割り振りますで、えっと。具体的な方法とポイントを書いておりまして、 で最初の1人の陽性者が出たら、まあ、大変焦ると思うんですけれども、えー、まず、えー、対応する職員さんがフェイスシー示をつけ忘れたまま、えー、対応するとかがないように焦らず忘れ物なくすべての、えー、個人防護具を確実に着用していただくことが大事になりますで、えっと、可能であれば陽性になった、えー、利用者さんにあのサージカルマスクを着用させてあげてくださいで えっと、陽性者のお部屋を、えーまあ、レッドゾーンと分かるように、みんながし、えー、か理解できるように、掲示物、テープでこう色分けをして、分かるようにしてあげてください。で、えー、っと個人防護具を着る場所をお部屋の前です、ね、に置いて、脱ぐ場所はもうすでに汚染されているガウンですので、部屋の中で脱ぐように、えー、対応していただければと思います。 でまあ、ここまではまあ陽性者の隔離で、濃厚接触者の取り扱いが非常に難しいんですけれども、そのまあ濃厚接触者を、できれば配置をばらさないとか、混ぜないと私書かせてもらってますが、ちょっとこれについてえ説明をさせていただきます。で、えっと、画面の上半分あ、ごめんなさい、これはいい例ですね。いい例で、画面の上半分がえと移動前。 後が下が移動後になりますが、陽性者の隔離ですので、まあえーと、この仮の施設の場合は1つ個室が空いていましたので、個室に移してあげるだけで、えー、陽性者の隔離と、あと濃厚接触者、えー黄色ですね、黄色の方たちの隔離が完了します。こういった場合はあの対応しやすいかと思いますが、まあ、悪い例として、えー まあ個室が空いていたんだけれども、えっと、なぜ、まあ、か使わなくて、下半分を見ていただきますと、陽性者以外の濃厚接触者のヒーローの方たちをお部屋から出すことで隔離してしまったとしてしまうと、これから発症する可能性のある方たちがいろんなお部屋に散らばってしまったのでか、えー、感染が拡大する可能性があります。なんで、これがばらさないとあの表現したところ。 になりますで、えっと、混ぜないというあの表現をしておりますが、えっと、このケースの場合は、え陽性者がまあ赤で上半分ですね、3名おられて、でかつ、まあ、もう職員もすでに1人陽性になっていて、えー、左側の3人、黄色の3人ですね、は、えー、陽性になった職員から、 えー、食事会場を受けたということで濃厚接触者になっている3人。でどえー、赤色3人と同じ部屋に1人オレンジ色が黄色がおりますがこの方は同接者この3人が陽性者3人が全員吸炭、炭を取る行為をしていたとして吸炭行為というのはウイルスがばらまかれる非常に、えー、と確率が高い場面の質になるんですが。 同室た3人が牛タン行為をしていた同じ部屋におった方で、まあ、濃厚接触者とすると、えっと、性質が全然違うかなと思います。この、えっと、陽性者3人と同じ部屋におられた、えー、濃厚接触者の方の方が発症する確率はちょっと高いのかなと推測ができます。まあ、ただ、よくない例で挙げておりますので。 同じイエローなんだから4人とも同じ部屋に入れてしまえばいいかなとしてしまうともし仮に、えー、陽性者と同室だった方が発症した場合にあごめんなさいに、えー、と職員から食事介助を受けたとされる濃厚接触者、まあ、性質が違う方の、えー、濃厚接触の方にも伝播してしまう可能性がありますので ちょっと難しいかと思うんですけれども、濃厚接触者でも濃淡が少しある場合がありますので、できる限り、えー、ごちゃ混ぜにはしないで、えーえー、グループ、これもまあグループの話なんですけど、グループで部屋をキープしておいていけるといいのかなと思います。なので、個室が空いていれば、陽性者が1人分かった場合には、その個室に陽性者を入れていただくだけで。 陽性、えー、者の隔離は完了する形になります。はいでえっと、一般的なこうドーニングの方法についてになりますが、えっとまあ、これもこう施設さんの方が個室なのかとか、こう4人部屋とかなの多少室なのかとかで、あと、教室ごとにトイレがあるかどうかとか、まあ、施設全体、陽性者がもう、えー、例えば利用者の半分がかかりましたとか、そういった数,数によってもドーニのグの仕が がえっ、ー、と変わるんですけれども、まあ大きく分けて二パターンあるかなと思っています。で、えー、パターン一については、も病室内、まあ個室、居室内で、えー、だけを汚染エリアとできる場合。で、えー、パターン二については、個、え、室、ー、居室内にお手洗いもないですので、や、え、数、ー、かつ感染者多いと廊下も含めて汚染エリアに、えー、してしまいましょうというふうになります。 でパターン1の説明になりますが、えっとまあ、居室内にお便りがすべてあってとっていうのは、有、ま、料、あ、老人ホームですとか、車工住の方が該当するかなと思いますので、えー、ポイントとしては、えー、居室内に、えー、ウイルスを、まあ、汚染エリアを居室内でとどめることができること、廊下とかにウイルスが出てこないので、えー、他の部屋に。 ウイルスを運ばないという利点があって管理は、えっと、こういった居室の方がしやすいかなと思います、はい。ちょっと時間の都合上、細かな説明は、えっと、できないんですけれども、えー、有料老人ホームですとか、作業中については居室内にとどめることがしやすい形になります。で、えっと、特養ですとか、老家の場合ですと、多少室が。 えー、になると思いますので、えー、どうしてもこの廊下も、えー、汚染エリアとして考えるざるを得ない、えー、施設さんがほとんどになります。で、えーとまあ、施設の半分ですとか、まあえー、と図左下の図ですと、まあ、4部屋が汚染エリアとなっておりますが、まあ、廊下も含めておりますのでその、えー、入り口と出口に着、えー、る場所、脱ぐ場所 を設置してあげて入り口と出口を整理してあげることが重要になります。でえっとまあ、クラスターが発生しても標準予防策、スタンダードプリコーションというものですけれども、まあ、患者ごとにガウンとか手袋を変えましょうねとか、えー、食事とか口腔ケアとかおむ,つをおむつ交換を行う際にはエプロンをつけましょうね、ガウンをつけましょうねというのはクラスターが起きていてもやっぱり、えー、と続けていただかないといけないですので。 えー、右下にあるこういったカートに消毒液ですとかガウンや手袋を載せて、えー、こ細かく設置をしていただくと、えー、患者ごとに手袋を変えるというようなこともあの実施しやすいのかなと思います。はい、でこれは、まあ、あの実際に、えー、とこ建物県庁なので実際の看護現場 介護現場とは少しちょっと雰囲気が違うんですけれども、まあ、着る場所、ガウンを着る場所として、こういった風にに、まあ、着る順番にこうものを並べてあげて、こっちから順番に着ていけば、すべてが身につけられますよとで、そこに着る場所という掲示をしてあげて、えー、手順などを載せてあげると、えー、対応しやすいのかなと思います。 でえっとまあ、これから先がレッドゾーンであることもしっかり明記してあげることも大事になります。でえっと、脱衣場所になりますが、ここは脱ぐ場所ですので、イエローゾーンになります。でここに置くものについては、ゴミ箱と脱いだものを入れるゴミ箱と、まあ、消毒液。 とえー、と新しいいいいいジカルマスクを置いてあげるとといいかなと思いますここにも、えー、とここで脱ぐというように、えー、分かりやすく掲示をしてあげて脱ぐ手順の掲示物を置いてあげるといいかなと思います。で、えー、と個人防護,防護具の、えー、と着脱方法についてはこの後ご説明をさせていただきますが、えー、とよく施設さんに聞かれますのが どこで一体何を切るんだという,ふうにあの聞かれるこことがあります、まあ、これはクラスターが発生している施設についての、えー、と例ですけれども、ナースステーションなどのグリーンな、えー、とエリアについては、まあ、サージカルマスクだけで十分ですで、えーと。陰性の利用者をケアする場合には、私は念のため、サージカル、失礼しました、えーと、フェイスシールドをつけておいていただくことをあのお勧めします。 でえっと、陰性の方の、えー、おむつ交換ですとか、食事介助ですとか、そういったときには、まあ、スタンダードプリコーションと言われる方法にのっとって、まあ、エプロンと手袋をつけていただきます。でえっと、陽性者と濃厚接触者については、まあ、濃厚接触者もこれから発症する可能性がありますので、えー、私たちはよくフル装備と言いますが、す、ま、べ、あ、ての個人防護具をつけていただく必要があります。で 個人防護具について、まあ、よくある、えー、間違いとか勘違いを、えー、3つほど載せさせていただいていますが、まあ、先ほども手袋のところで、出資衛生のところでお伝えしたように、ガウンや手袋をつけたままでいることが安全と思われる方がおられるんですけれども、ガウンと手袋は患者ごとに交換されることに、えー、意味があ,のありますで、えー。ガウンとか手袋をこう 利用者さんの対応終わったまま介護室とかナースステーションとかにこう帰ってこられる方もおるんですけれどもそういったスタッフエリアにウイルスを持って帰ってこられる方が、えー、危ないのかなと思いますので、えー、とナースステーションとか介護室には、えー、その対応した後のエプロンとか手袋を脱いで入室するようにするといいと思いますで、えー、とまあ手袋のつけっぱなしについては出生、まあ、毒ですとか 手洗いの頻度を下げてしまいますので、つけっぱなしでいることは決して安全ではないです。で、えっと、まあ、繰り返しになりますが、ガウンを着用しているが、フェイスシールドは着用していない。えー目、鼻口がウイルスの入り口になりますので、目の保護はとても重要になります。えー、どちらかというと、フェイスシールドを、えー、必ず着用させてあげてください。で、えっと、利用者さんに、えー、N95 ですとか、 感染防具、マ、まあ、ガウンですとかを着用させるのは、えー、違います。利用者さんに着用をお願いしていいものはマッサージカルマスクのみかなと思います。N95 についてはえっと呼吸器系への負荷が大きいですので、それはあの高齢者には特にあの絶対にやめていただきたいと思います。まあ、繰り返しになりますが、職員がガウンや手袋の、えー、個人防護具を とまめに交換していただくことが感染拡大を予防するのに、えー、とても重要な役割を果たしますで、えっと。最後のスライド、ちょっと急にチームの派遣というような言葉になっておりますが、えっと、県庁の方では、えー、医師や看護師のご専門家と県庁職員で構成する、ま、感染制御チームを、えー、持っていますので、えー、このチームが、えー、クラスターが発生した施設に あの実際に訪問をさせていただいております。えっと、チームをこう作ってあるだけではなくて、もう実際にかなりの数を稼働,させ稼働しておりまして、ゴールデンウィーク明けからはほぼ毎日あの施設さんの方に行かせていただいております。でまあ、目的としては早めに早期にですね、チームが介入して感染者数を少しでも減らしたいという思いと、あと保健所管轄の保健所さんとのこう連携を。 スムーズにするというために今私たちが入って現状を見て保健所に私たちが報告に行く、えー、連携をスムーズにする目的もあります、まあ、あとはあのクラスター現場の施設さんよく言われるのがこれを機に施設の感染対策を、えー、向上させたいという思いで、えー、おられる施設さんもおりまして、えー、感染対策のスキルの向上を図りたいという思いもありますで、まあ、支援内容としましては どういった経緯で感染が拡大したかどうかなどの疫学調査や先ほど図で説明したゾーニングそういったことのお手伝いあと基本的な感染対策の指導ですとか施設医とかかかりつけ医との連携がうまくいっているかなどの医療提供体制の確認あと施設内の療養者の状態の確認もさせていただくこともあります。でもし今後実施設でクラスターが発生 制した場合クラスターでなく陽性者が確認されて対応に苦労された場合には私たちチームが介入することができますので現状では管轄の保健所さんに県の感染制御チームに来ていただけないかというふうにお伝えいただければ県庁の方に保健所から連絡をもらってで目標としてはもう依頼当日から翌日にはあの訪問させていただくことを目標にしておりますので 保健所5月に今日,今日現在のこの、えっと、ルールになってましてで今後、えっと、まだ、えー、具体的なあの資料をお出しできないんですけれども、えー、相談窓口電話での相談窓口を開設する予定でして、えー、県庁の方にですね開設する予定でして、えー、こういった感染制御チームも相談窓口の方に調節保健所を介さず お電話していただければ、あの私たちがあの訪問することができますので、今後はちょっとそういった方法に変わる可能性もありますので、えっと、ご理解いただければと思います、はい。少し時間を押してしまいましたが、えっと、ご清聴のありがとうございましたありがとうございました。